さんこんにちは。今日は荻岳展望台に来ています。白、ここが、阿蘇山と後ろにこういった形に見えるところですね。の道というのがあって、それが熊本地震で崩落してですね、まあその後にですね、こちらの道が新潟の道ということで一時取り上げられた。この荻岳展望台自体がすごい景色でですね、私も昔からよく来ているあたりです。こっち側が祖母ユネスコ旅行パークですね。今日はちょっと見えないですか、祖母さんの方で夕立ち来て稲妻がバリバリ走ってた時があってすごかったですね。この世の終わりみたいな。ジャングルチックな感じです。こちら側が九十連山ですね。